じゃあですね、この平成たぬき合戦ポンポコです、割とね、一見自然保護のテーマのアニメに見せかけて、実は、高畑勲の社会運動、いわゆる労働争議運動の映画に見せかけて、実はそのファンタジー批判の映画だというふうな話を、まあ、大雑把に言うと今日します。で、まずは、じゃあ、ここから、ちょっとね、この冒頭の5秒か10秒ぐらいのシーン、めちゃくちゃ大事なんだけども、割とね、見逃してると思う。で、これ冒頭の映像で、一番最初はね、このタヌキも映らずに真っ暗なんだ。で、真っ暗の中で子供たちの掛け声があると。タヌキさん、タヌキさん、遊ぼうじゃないかっていうと、これがポンって映るんだ。すると今ご飯の真っ最中って歌が返ってきて、おかずは何、梅干し高校一切れちょうだいって言うと、あらあんたちょっとがっつきねっていう、ちょっとずつアップになるんだけども、タヌキが現れた。このタヌキはあくまでリアルなタヌキで、この時このタヌキ、本タヌキっていうふうにこの作品の中では言ってるんだけど、本当のタヌキだねは、まっすぐカメラ見てる、カメラ目線になってるんだよね。ここが最初のポイントで、このなんで一番最初にタヌキ映して、でこの掛け歌があって、ここでタヌキがカメラ目線になるのかっていうのをやっ、これが分かれば、実はその平成たぬき合戦ポンポコってかなり分かりやすく、ほぼ全部分かると思うんだよね。でこのシーンには2つの意味があると。1つ目は単純、この映画のストーリーそのものです。今タヌキさん遊ぼうって言ったら、タヌキご飯の真っ最中って、おかずは何ってタヌキに聞いたら、梅干し高校、梅干しとお高校お漬物だよって言った。一切れちょうだいって人間が言った。あらあんたちょっとがっつきねって、あらあんたすごい欲張りねってタヌキに言われるっていうわらべ歌なんだけども、これタヌキのテリトリーである野山を人間は一切れちょうだいと言って、少しずつ少しずつ奪い始めて、人間の危険性に気がつかないタヌキが油断しているうちに、タヌキは住む場所を全て奪われてしまうというお話だと。その話なんだ。だからあらちょっとがっつきねっていうのは、人間とはなんて欲深いんだろうっていう意味なんで、平和に生きているタヌキがその人の良さにつけ込まれて全て奪われていくという、そういうお話ですよというのが、もう冒頭のこの10秒間ぐらいで言ってるわけだよね。で、これは分かりやすい。これはもう本当に、高畑勲だから一番最初から意味があるんだろうなと思ってみたら、割とここの部分は分かりやすい話なんだけども、もう一つの意味、なんでこのタヌキが真正面のカメラ目線になるのかっていうのは、めちゃくちゃ難しい。実はこれね、最後まで見ないと分かんないところがあるんだ。平成たぬき合戦ポンポコっていうのはすごい誤解されてる作品で、最初にも言ったけども、自然保護アニメだと思ってる人もいれば、いや社会運動を託してるんだとか、例えば成田闘争を託してるんだというふうに思ってる人もいるんだけども、実はメインテーマの一つが哲学というかね、認識論に近いんだよね。ハイゼルベルグの不確定性原理っていうのをアニメで展開してると。何かっていうと、タヌキは人が化けると思って見ていると化けるっていう話なんだよ。この冒頭のタヌキは野生動物なんだけど、しかし人が話しかけることによってファンタジーのタヌキになっていく。人間がタヌキって化けるんじゃないかと思うと化ける、喋るんじゃないかと思うと喋ると、そういうふうな話なんだ。しかしそういうファンタジーの、その喋るタヌキ化けるタヌキっていうのは、この日本に数百年間生きてきたんだけども、誰も信じなくなったことで、ただの野生動物として滅びつつあるっていう、まあ大雑把に言うとそういうお話なんだけども、これね、ここだけ言っても岡田斗司夫のなんかこう妄想っぽく聞こえるので、後でゆっくりと証拠を出しながら話していくね。岡田斗司夫何言ってるんだろうと思うんだろうけども、認識論というのはそんな感じになるんだけども、これ証明するためには蛍の墓と同じくラストでカメラシーンになるシーンがあと2回あるんで、このなんでカメラ目線になるんだっていう2回とこの冒頭のやつと組み合わせると、やっと一つの話になりますんで、まあ、ここを押さえれば平成たぬき合戦ポンポコのテーマの一つが認識論であり、ファンタジー論、それもアンチファンタジー論であると分かるんだけども。